お疲れ様でした。もちさんチャンネルです。さあ、2024年明けました。ハッピーニューイヤーということですね。まあ今はヒカキンさんの結婚報告を見てる最中ですけどね。はい、いつまで続くんだろうこれ。結構長いんじゃないかな、はい、と思うんですけども、さあ2024年になりましたんで、そうですね、抱負みたいなものをね言った方がいいかなと思いますね。ニューイヤーズレゾリューションということでね、はい、抱負でございます。いやー、もう去年は大変だった。大変なことがね、起こりすぎて、もう、あんま思い出したくもなかったんでね、振り返りの動画とかも一切出さなかったんですけども、収益公開の動画でなってますけどね。まあ、やっぱ、ごとけた塾を、あ、高田の馬場校、そっか、のオーナーになったんで、はい、4校舎のオーナーになったっていうのが大きいことではあったかな。会社もだいぶ大きくなりました。だね、はい。今年またもう一段階大きくするか、まあもしくはね、もう一つ会社作るかっていうのを今ちょっとね、悩み中でございます。まあね、毎年必ずね、何かしら新しいことには挑戦していくんで、やりたいと思っておりますが、まあメインチャンネルの方はね、この授業動画いろいろと上がってくんで、まあちょっと伸びなくはなるとは思うんですけど、でもそれでもまあ必要としてくれる人がいると思いますんで、そちらやっていくかなと思うのと、まああとはちゃんとショート動画やります。はい、やっぱショート動画が伸びづらくなったっていうのがあるので、で実験したんですよ。ぜひですね、僕のインスタグラムと、ね、インスタグラムリールとね、 TikTok ですね、で同じ動画上げてショートとね、でどうかなっていうふうにやってみて、あ、やっぱり圧倒的に YouTube ショートが伸びづらいっていうのが分かったんで、だから作り込まなきゃいけないってことが分かったんで、初めて作ってもらいますね。ちゃんともう編集の人つけて、はい、お金かけてやります。ということでがっつりお金をかけてやりますね。だから今まで、まあ、収益は出ておりますね。メインチャンネルね、昨日の動画で出ておりますので、そっち見てもらえればと思うんですけど、そのお金ね、収益あって、でまあ、編集マンたちには使ったりもしたし、ね、もちろんユーテラの方ではね、編集マンだったり、リースですね、電子黒板代だったりとかっていうので使っていたんですけども、あ、これどこかってね、今更、これ実家ですけどね、今ね、カウントダウンするときも親は寝てましたっていうね、そういう感じですか。そう。で、使ってはいたんですけど、一切下ろしたことがなかったので、全部ね、こう入ってきたやつっていうのは、そうネットバンクに入れてたんで、そう一切なんかにそれを自分のことになんか使ったりとかしたことなかったんで、だから今年は制作するのに使ってこうかと。だから今までね、2019年からやってきて、メインチャンネルをほとんど自分でやってたから、 3% もないかな、 3% ぐらい他の人に編集してもらってたと思うんで、できることが山ほどある。もう別にプラマイゼロでもいいので使ってこうと思います。ということで一気にドカンと使っていくと思います。はい。まあ、これが一つ目の宣言というか、動画制作ですね。まあ、もちろんサブちゃんは自分で編集して適当に出します。だから、毎日投稿とか、まあ、もう12月の最後からもう毎日投稿はやめてたと思うんですけど、だからもう出せる時に適当に出してきます。もうサブチャンネルは。はい。メインチャンネルはそんなネタに困ることとかはないんですけど、ほぼほぼね、何出そうかなとかって考えることもないんですが、サブちゃんはやっぱりね、何出そうかなとかって考えるので、なんでちょっと出せる時に出す。共通テストとかね、受験系のことがあればね、話題があればそれで出していくって感じなんですけど、まあ、2023年なんかは結構ね、いろんな問題起こりましたねとかってメッセージとかさ、コメントとかも来てたけど、実際ね、22年に比べてさ、問題がほぼほぼ起こってなかったから、だから出すネタも困ったりはしてたんですけど、まあそういうもんだと思うんですよね。なんかネタがあれば喋るし、なければもう出さないっていう方にしますね。もうなんかネタを考えてる時間がもったいないんで、作るのはあっという間ですけど、ただ喋ってただ編集してるだけなんで、うん、でもこれ大変なんでね、はい。これでだからメインチャンネル作り込んだショート動画が出てくると思ってください。うん、多分作り込めばショート動画は別にバズらなくても、TikTok とかリールでもバズるだろうっていうのは分かったんで、自分の編集でも結構再生されるんで、ね、TikTok やリールでは。もちろんね、SNS なんで、どこでアルゴリズム変えられるか分かんないわけですよ。ちなみに、すごい大打撃だと思ったのは、Twitter、まあ、旧 Twitter ですか？今 X ですね。それが、まあもうニュースにはなってましたけど、いろんなやっぱリンク貼る、動画サイトのリンク貼るアカウントとかを、こうおすすめに乗らないようにする、まあある意味シャドー版的なものをしてるっていう、いうのを言われてて、それ結構な打撃だったんですね。僕のツイッター X ですね、ぜひフォローしておいてください。かなり、まあ、インプレッションって言ってね、こう表示されるやつってあるんですけど、かなり少なくされるの。あのね、いつもほらクイズ出すじゃないですか。僕ね、アンケート機能を使ってメインチャンネルの入試問題だったりなんだりのその問題出して、アンケート使って回答解説はって言って動画のリンク貼るんですけど、それの明らかに表示数とか投票数がすごく少なくなってて、あ、かなりやられてるなと思って、でツイッターのやつって、まあ、X ですね、めんどくさいですけど、今プレミアプラみたいななんかあるんですよ。なんか1000円ぐらいのやつのもう一個上、2000円ぐらいのやつ
でこれすればなんとかなるのかなと思ってそれにしたんだけど、で1年のプラン買えば安くできますよみたいななってたんで、それの1年プランで2万いくらのやつやったらさ、全然変わらない、何にも変わらない、むしろ悪くなってんじゃねえかぐらいのねやつでした。で月々2000円プランにしたことによって、あの iPad で Twitter 見るときの見れる投稿数が増えただけでした。今まで自分の投稿でも10投稿ぐらいまでしか見えなかったのが、それがもうガーッと下まで遡れるようになっただけ。スマホだと全然皆さん問題なく見れるんですけど、 iPad だとね制限かかってたんですよ。それが見れるようになっただけ、まあ、もしかしたらねそもそも設定で見れたのかもしれないですけど、はい、それぐらいで結構ねそれはね、まあ、マニアックなチャンネルではあるんでね、ある意味痛手を負っていたので、なんでちょっと一般向けにもう少しします、はい、できること、そうですね、英語ですから私のチャンネルって、であだから Twitter ももっと英語寄りにします、はい、がっつりなんで見てください。そうそう、だから英語のツイートとかもしてきます。で、まあ、見て分かる通りですね、英語のものって分かんないから見てもらえない。 YouTube の動画とかもそうですよ、なかなか見てもらえないんですよ。それがやっぱりね、そうだから全編英語の動画ってねいくつかあるんですよ、いくつかあるんだけどね編集してない、どうせこれ一生懸命やっても見られないんだろうなと思ってさ、そう編集しても見られないんだろうなと思ってさ、あるんですけど、いつの頃か、いや出すかな早いところ分かんないけど、まあもうちょっと英語向けのチャンネルになってでそれがこう定着してきたら出すかもしれないですけど、もちろん受験期間はあの受験のねやつ出していきますが、それだけじゃなくて英語系ですね、僕しかやっぱ出せないものってあるので、そこをちょっと出していこうかなと思いますね。いわゆる移住に向けての準備でもありますね、はい、そういうやっぱ英語路線にしておかないと移住した後続けていくときに結構大変かなっていうのもあるん で、あとはもうこれやってほしいとかね、ぜひあったらコメントお聞かせください、はい、やっぱり真面目な動画はコメントが来ないっていうのがこれが大打撃ですね、やっぱまあ不真面目なやつしか来ないっていうね、はい、それが痛いっていうのがね、まあ、すごく分かった。そしてそのね YouTube もコメントめっちゃ大事にしてるっていうのもよく分かったんで、おすすめに乗るか乗らないかのすごい差になるし、あとはもういろいろとねおすすめ乗らないようにしてきてるとかっていうのも分かるんで、まあ一つとしては英語系のね役立つ、まあ、授業動画とかっていうのはそのまま上げていって継続して上げていって、でもうちょっと英語系のバラエティ色の強い動画ですね、まあ、まあショート動画も任せてやるんで他の人たちに、それでやっていこうかなと思いますね、はい、ぜひではではどんな感じになるのか、だからまあね今以上にね企画会議とかもいろいろあると思うんで、そちら見てみてください。でまあねだから受験系はほら武田塾チャンネルで出せるしさ、普通の英語の試験系はね武田塾イングリッシュで出せるんで、そことは違うものっていうのをね見せていきたいと思いますね。そしてまあただ呼びのねこのチャンネル運営とかをしてるんで、はい、そっちの方も力入れてちゃんとね考えながらやっていきたいかなと思いますね。そうただ呼びの方で出す動画は、まあ、打ち合わせしてます、はい、どんな感じで出すのか、やるんだったら唯一無二のもの、もう他の人に絶対できないものを作ろうと今、はい、やっておりますんで、はい、そちらもぜひ楽しみにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。基礎英文法講座とかねまとめ出してもったいないっすよあれ、ぜひともいろんな僕のねかつてその大手予備校でやってた技が見れますんで、そちらも見てもらえればと思いますが、まあいろいろと誰もやってこなかった誰もできないことをやっていくと思いますんで、はい、楽しみにしてもらえればなと思います。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching.